前回の続きから解説したいと思います、えー、前回はですねこの77角と上がって、えー、68銀と上がるのをまあ、早めにしておくとまあ、先手にとって序盤早々のリスクはだいぶ減るという話をしました、えー、今回はこの後どのように駒組みを進めていくかという点について、えー、解説をしていきたいと思います えー、現局面は6八銀と上がった局面でして、まあ、後手の囲い方は、えー、ここからですね7二金と開いて、まあ、金開きにしてバランスを取る囲いとあとまあ5一金と寄って、まあ、中原囲いに近い形ですね本来の中原囲いは、えー、この玉が4一にいる形なんですが。 まあ、こちらの方からちょっと遠ざかってるという意味で、まあ、5人にいるというのが、まあ、この形の、えー、後手の駒組みとなります。えーまあ、今回はこの7二金の方が、えー、飛車を動いた時に例えばこの8人に飛車や角を打ち込まれる隙は減るんですが、まあ、玉の硬さという意味では。 そうですね、全体的にこちら側に駒がいる方がまあ、うん、玉が硬いと例えば、えー、先手からですね将来下段に飛車を打たれるこの飛車を交換したり成り込まれてこちらから攻められる時にもこの5一に金がいた方がこう飛車の利きをですねえー、この6一の地点で遮断してます、えー、7二に金がいる場合は例えば6一に角を打たれたり 4-1に角を打たれるような手が結構厳しくなるんですがまあ、そういう手も防いでるというのがこの5-1金型の特徴となります、えー、まあこれに対して先手は6-9玉と玉を寄りますまあ、5-8玉とですねまっすぐ上がる手もあるんですがまあ、せっかくこの戦法をやるんであれば特に初級者の方の場合は、えー、6-9玉とこの 金銀のですね下の方に囲っておいて、まあ、基本的にこちら側に玉が逃げていくという形を想定しておくと良いと思います。でこれに対して後手は7四歩とついてきます。まあ、これは、まあ、7筋をついて桂馬を活用しようということですね。で先手は、えー、5九金と寄ります。まあ普通の形ですと5八金と上がって。 えー、この形カニ囲いと呼ばれる形まあグラなんかでも駒組みの途中に出てきますし二枚落ちの定石なんかでも出てくる形なんですが、まあ、今回は5九金とですね金を寄る手の方がいいんですね。というのもなぜかと言いますと、まあ、この横歩取り戦法、えー、飛車の交換になりやすいという点もあるので。 えー、この金がですね5八にいると例えば飛車を持たれた時に4九飛車と打たれたり2筋に飛車がですね突破してきた場合もすぐにこう大手がかかりやすくなってしまうということがありますので、えー、5九金と寄っておくと。でまあ後に例えばこの銀が4八銀とですね上がります。 えー、例えば後手が何かやって、まあ、4八銀と上がった形を見ますと、まあ、5九金と寄った一手ですとこの4七の地点に、まあ、弱点があるんですがまあ後で4八銀と上がることによってその弱点も防いでますので、えー、そこまで怖くないということが言えます。ですからまあ横歩取りまあ限定ですねほぼ限定なんですが、えー、5九金とよる形の方が 良、えー、いということが言えます。で、これに対して後手は73桂馬と跳ねて桂馬を使ってきます。えー、桂馬を跳ねることによって7筋から攻める。まあ、8号桂とか6号桂とかですね。まあ、桂馬が飛んでくる手を狙っていると。で、まあ先手なんですが、まあ、この辺から多少枝分かれするんですが、えー、まあ、48銀と素直に上がるような手もあるんですが。 そうですねここは一回1六歩とついておく方が良いかもしれません。というのも、まあ、4八銀と上がる手は上がる手で、まあ、立派な手なんですが場合によっては後手から7七角なりとなられてですね、まあ、これどちらで取るか難しいんですが、まあ、桂馬で取ったとしましょうか同桂だと4四角と打ってくるんですね。で、まあ、先手が普通に2八飛車と、まあ、引くと。 例えば7五歩のようにこの弱い桂頭を狙ってくるという手が考えられますで、えー、4四角に3六飛車と金取りによる手もあるんですが、えー、3三桂と跳ねておいてですね、えー、後に2八に歩を打つ手が残ると、はい、この時2八に後手から歩を打たれると先手の桂馬が逃げられないんですねこののような攻めがあるので うんそうですね、まあ、4八銀強い方なら対応できると思うんですが初級者の方は、えー、銀を上がる前に端歩を突いといた方がいいと思います。で今の手順7七角なにじゃあ同銀はどうなのと。で4四角にまあ飛車を横によると3三桂と跳ねられまして依然2八歩が残るので例えば2八飛車と引いておけば。 先ほどはこの7 7の地点に桂馬だったのが今度は銀なのでえ頭は大丈夫じゃないかというふうに思う方もいらっしゃると思うんですがそうですねこれでも例えば7 5歩と突かれて同歩まあ放っておくと7 6歩と取り込まれる手がですねこの角のラインがいるのでこの銀がですね動きづらいですので7 6歩が強烈ですので同歩と取ったとして。 例えば6合計のようにですねいきなりこの銀を目標に攻めてくるような手もありますね銀が逃げたりすると、えー、7七歩とはいまあなんか傘にかかって攻めてくる手もあれば、えー、それ以外にもですね7五歩と突き捨ててから2七歩と打ちまして同飛車2六歩とですね飛車先を押さえて2八飛車に。 7七,七角なりと切りましてまあ同桂か同金かで取ったとしてはい2七銀のようにですね飛車を取られてしまう可能性もあるんですね。まあこの局面ですと飛車を取られますと例えば同飛車と取ると同歩なりとと金作られて次に3八と金のような手もありますしまと、あ、金が使われるのが嫌だということで3九銀と引いたとしても2八銀なり同銀に。 八九、えー、とですね攻められたりして、まあ、後手の陣形は非常にですね堅くまとまっていてあまり傷がない状態で一方的に先手だけまあ駒損はしてないんですけれども飛車を取られて八九飛車とですね打ち込まれてしまいますとどん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 攻められてしまう恐れがありますね。ですからこのようなことを考えてえー、回は。 4八銀と上がらずに1六歩とついておくとまあ8歩をついておけばまあ2八歩と後で打たれても1七桂と跳ねる筋だったり、まあ、攻め味なんかも出てきますのでえーまあ、4八銀の前についておくというのがいいと思います。で後手の方もどう刺すかが非常に難しいところで7五歩と攻めるような手も考えられるんですが。 同歩と取っておけばですね、6号桂ときたとしても3三角なり、同桂にうんそうですね6六歩とかでもいいでしょうしまあそうですねまあそんなに後手の攻めが怖くないということが言えると思います、えー、また7号歩にですね取らない手も有力ですね、まあ、取ると桂馬を跳ねてきた後に、 7七の地点に歩を打たれてしまうので取らないで放っておくと。で例えば先手も1七桂馬とですね桂馬を使っていざとなったら2五桂と跳ねる手なんかを狙っておくっていうのもありだと思いますね7六歩と取られても同飛車と取っておきますとまあ大したことないですしそれよりも次にですね先手から、A、歩を7四歩と打つ手が残ってますね後手が。 ちょょっとパスししてみましょうか7四歩と打って軽取りなので6五桂と逃げたら3三角なり同桂とですね角取りを防いでおいてから7三歩なりとと金ができるとこれは後手が7筋から攻めてきたのを先手が逆用してまあどちらかというと先手が有望な形となりますはいですからまあそうですね7五歩に対して同歩と取るのは 結構受けに自信があって、まあ、しかも強い傾けで、まあ、初級者の方攻めるのが好きだけどちょっと攻められると不安があるという方は7五歩なんかに対しては1七系と飛んでおくような手の方が良いと思います相手に取らせて同飛車と取り返すという方が、えー、良いと思います、はい、ですからまあ1六歩とですね様子を見ておくのが有力ですねでこれに対して 後手が1四歩と受けたりするとまあこれ横歩取りでよく出てくるんですが、えー、順番どうでしょうね1五歩同歩一、えー、回1二歩も聞かしましょうか1二歩同香、えー、3三角なりでこれ金や銀で取ると飛車がなられてしまうので同桂と取るよりないんですが2一角みたいな手があってまあこれ金取りと京取りなのでどちらかが取れますまた2三銀とか2三角も。 二四歩と打つ手が厳しいのでこれは先手が優勢だと思いますはいですから1六歩に対して後手はそうですね1四歩と受けるわけにはいきませんので9、まあ、四歩と突いたとしますはいまあこんなような感じで序盤戦を進めていきますとあの前に解説したいきなり2四飛車とぶつける将棋よりはですね 先手の方もじっくりとと駒組みができると、まあ、後手の方もこの5二玉からですね6二銀5一金とですね玉をしっかり囲って戦えるのでまあまずはじっくり囲って、えー、それから中盤戦に向けて戦いを始めたいという方には非常に向いた戦法となっております。 えー、この後の展開考え方はまた次回に説明したいと思います。えー、今回はこれで以上となります。